ナンバーはラジオギナーがお送りしています。はい。さあ、それでは。ねえ。もう。CM の CM の間もいろいろね。<laughs> もうしゃかりの千秋さんの面白い話、なかなか言えなくてすみません。さあ、これまたなんか深夜と深夜帯とかに喋る時間ができたらね。そうね。面白い話もいっぱいありますからね。さあ、では行きましょう。最初のコーナー、給食係です。食べ物の美味しい話、おすすめのお店、まあテイクアウト情報とかね、いただきたいなと思います。じゃあんちゃんどうぞ。えーとじゃあ今日の見口はあのモンステラさんから来てますね。モンステラさん、ありがとうございます。えーみかさん、新ちゃんさん、スタッフの皆さんこんにちは。こんにちは。 那覇市雲もの琉球リースビル横で移動販売しているクイーンズボロキッチンがおすすめです、うん、新型コロナ感染者が出てない時期によく食べに行ってたのですがとても美味しいのでやみつきになっています、うん、商品の名前はチキンオーバーライス、うん、チキンは多分カレーの香辛料で味付けしていて,てオリジナルのホワイトソースと相性抜群です値段は500円でお茶をサービスしてくれるので心遣いが嬉しいですとっても美味しいので 自分の周りに宣伝するためにいつも多めに購入していました、えー、美川さんしんちゃんも時間あったら食べに行ってみてください今やってるかなやってたらいいけどね,ね<ー>あでも逆に忙しいかもしれないねこれテイクアウトのお尾道屋さんって,、えー、ってことそうそうそう,そう<ー>だからえっと移動販売なんで、うん、クイーンズボロキッチンってなんかさ私ボロキッチンってすごいね なんか私もなんんか聞いたことがあるんですよねうん、うん、もしかしたら買ったことあるかもしれないあ,あるんじゃないあそこ並んでるさ弁当、はい、ストリートっていうか、はい、すごいよねあそこで買う人なんか昔デージかっこいいと思ってたなんか,かりますよボイス街で働いてわかりますか OL さんとかもそうそうそう小脇に財布が書えてそう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 かつかつかつ6つぐらい持って帰る人いたら <laughs> これ使われてるんだろうなと思って。 下っ端なんだろうなみたいないやこうやって買い物してる方結構いらっしゃいますもんねいらっしゃいますよねなんかなんか憧れますよねはいありがとうございますマサモン情報ありがとうございますああお腹すくない本当よねこの収録してる時はイヤーサンドえじゃベゴニアさん行きましょうねしんちゃんみーかこんにちはベゴニアです気になっていた韓国料理の店に行ってきましたうるま市メイクマンの坂を下って左側にある浜寿司隣のえしんちゃんチキンですちゃんの 辛いで辛ですね辛ラーメンのねそうですそうですうん、うん、しんちゃんチキンです、うん、イオングシカーも目の前にあるからすぐわかると思いますヤムニョムチキンをテイクアウトしてきましたいはこちジゃんがマイルド甘辛くてあちこうであで美味しかったです家に帰って即攻で食べたのでチキンの写真はありませんが店の写真を添付しますお店の名前が辛いしんちゃんじゃなくてツハシンイのしんちゃんのしんちゃんチキンだったらいいのにねということでベゴニアさんからですありがとうございます、うん、超辛くて

なんんなん。なんでかっかしてんだろうね。ね、もう忙しすぎてだろうな、わしね。面白い女だったら家で作れ。女だったらね、おじで作って食べなさいよ。一番しいの教える、あんたの母ちゃんのさ、私二番。もう名言を奪え。いながら、や、や、お手作ってかめへんやな。はい、ラジオネームユンさんですね。 トランクデリバリーという那覇市にあるお店のオードブルがおしゃれで美味しかったです。社名添付しますね。はい。那覇市内と浦添市一部地域なら配達してくれるそうです。私の家は配達外なので持ち帰りしましたが美味しくておしゃれでまた利用したいです。うん。ですね。この一部あ,あそっかこの。 ユンさんが住んでるところもウ添ソであるけど違、はいまあ、う,そうだんだ見せ、ね、てこのオードブルってあ,<れ>あ本当だちょっと洋風な感じですね。パ、ね、ンとか入かえ中央にパスタが入ってない。そうそうだからイタリアンちょっと平面っぽいなんかモチモチな生麺っぽいパスタが入ってますね。ねへ<ー>これ,これ、ね、ハ,ンハンバーグなのねこれを多分切り分けて食べるのかな。あらおしゃれじゃん。 こんなの見たことないさ俺全部あのテンポラーといかもるかムルムル茶色。エビ <laughs> がもう衣だけみたいな。いやいやいや,いやそんなことない。中身何何だんだ細いのは。<laughs> いや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 。こ <laughs> んなことないよ。嘘つくエビとかあるよな。<laughs> いやいや草騙された。<laughs> 俺俺エビ。<laughs> 俺だよ俺だよ買ってよ俺だよ俺だよって買ったなんか。<laughs> 俺俺エビよ。 はぁ。たまに見かけます見かけますよ。あ,あ、そうですか。どこだいは言わないですよ。<laughs> はい、じゃあ、そで続いてこちら行きましょう。トマぶさんです。しんちゃん、みかさん、こんにちは。県内地の南部アワー上宮なんかアファーでおなじみトマぶです。どうも。いつもあなたのそばに素晴らしい日々、えー、蕎麦、祝、100杯目です。おっしゃぉ 素晴らしい。100回目です。はい。食べたのは、当人そばジューシーセット800円。あ、ごめんなさい。その前にありますね。えー、実は今日は50杯目でも紹介した沖縄市にあるジナンミーヤーです。シャバドゥーンさんの味噌汁気候を100杯にようやく追いつきました。食べたのは、当人そばジューシーセット800円です。俺は2度目の当人そばだけど、やっぱり美味しいね。細く切られた卵と、大きいトロトローキ軟骨ソーキもたまらん、ネギパラパラ。 あ文句なし。サラダとタクアン、ジューシーも美味しかったな。ごちそうさまです。えー、飲み食いどころ次男ミーア場所は、沖縄市松本3の16の3です。千葉の十字路から、ミニミニ動物園向けに進み、法務局を左手に過ぎたら、信号を右折。300メートル左手にあります。行ったのは、コロナ禍前なので、営業時間や休みは、えー、自分で調べてみてくださいね。ねやっぱり蕎麦が好き。101

五南の新しい屋敷には小さいのが作った。やごは。五南、うん。あ五南。あ五南。五南宮氏。あんた宮宮氏はあのあがり宮氏とか入宮市とかあるわけさ。やっぱ西とか東とかっていうどなかの,中のまあととあなんていうの。えー、お墓が一緒の人たちとかっていうのはなんとかかんとかっていう。<ー>うん。そうですよ。前のとか。そう。 ってのは「くし」じゃないか「くし」って俺たちは「くし」はないけどええないよね「前」っていう表現はあるけどね「めいかねく」とかさそう私今と次先は「めいぬ」ですああ前の何とか前の何々っていうのがあるので「五なの新しい屋敷」はっても漢字だけ見たらよ「五難んみえしごあ」っていうとか面白いよねこういう面白いねあぐりぽってかしいごあとかあるのかなぽってかしはないでしょパーラーっていう俺なんか同級生のおち野望みたいなんでかなあれ わらびフーやのなんとかとかさあ<ー>ふ,うふうを売ってたのか分かんないあそう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 ,らしいそうだよ絶対そうだよ、ね、す。でパーマやのなんとかって聞く <laughs> パーマやのなんとか、うん、あれパーマやの産卵農業とか聞かんよなそこまで <laughs> 新しいやっぱ直いのかパーマやとかは <laughs> 原動機付き自転車やのとかいう。<laughs> バイクやのとかじゃなくて <laughs> 写真機取りやのみたいな。

時短上がり仲間、あもともとミカさんがとつぐもえが、チャットの時のそのあのシアーマーケのジングルで使われてました。時短上がり仲間って、かっこいい。よよチェックラーってやっとじゃい。あ、ちょっとあのハーフのねえがいあのエメ登録っていうねあのパーソナリティにこれちょっとクレジットというかこれ読んでもらいました。いいね、かっこよく言ってほしいね。 グナムヨシチゴア、チェキラーみたいな。そうそうそう、そんな感じ。お近道タランド、ヘイみたいな。私結婚して次男が仲間から嫁に行ったの。でフリエイジェントしたからね。そうそう、だから、あの、それから使われなくなった。そうか。そうかも、移ったよということで。はい。ごめんなさいね、話変わって。はい、行きましょう。え、馬子さんですね。ありがとうございます。 えー、7月の出張最終日お昼まで少しお時間があるので背中島に向かいました、はい、報道で島の変わりよう知っていましたが、うん、5年ぶりぐらいの背中島途中から一方通行になってたりと行ったり来たりを繰り返して海かじテラスへ向かいもとものカレーパンをいただきました。はい 海風を正面に抜けながら飛行機の離着陸を見ていると素敵なお姉さんがカレーパンとソーダのセットを持ってきてくれましたカレーパンはカリッと焼き上げられ中から出てきたカレーは注意が必要な暑さと程よい軽さをすっきりとす。 ほろそい、ほろよいく辛さを、すっきりソーダがやわ、柔らげてくれます。はい、スタッフさんは4名ほどいらっしゃるようですが、うん、今日のお姉さんは福岡県出身の方でした。うん、カレーパンも M、L がチョイスでき、飲み物もコーヒーやソーダのチョイスができますよ。うん、元々のカレーパン M、ドリンク、L セットの750円ごちそうさまでした。場所は、えー、背中島海火テラスの通り沿いで、好店以外はお休みはないそうです。以上です。ということですね。はい。 <coughs> 僕はもう何年ももう行ったことないんでわかんないんですけど。元のカレーパンって信者食べたことあります？ないです。元部ではあるけど。元元元元さんがやってんのかな。これなんかねあの企画みたいな感じでこう,ういろいろなんていうんですかスペシャルでちょっと出している時もあったりとか。えー 面白いですよ。なんかいろんなおしゃれな店がテレビで紹介されたりしてますよね。私、前いただいたことがあるんですけど本当に外がもうカリ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 してて、とっても美味しくて、中が具だくさんで。もう本当、ジューシーなんですよね。まあ、パ、パ、カレーパンの好みってありますよね。ちょっとあの、この周りが、えっと、パン粉が大きい粗めのがついてる方がいいという人もいれば。多分元とのカレーパンは細かいんじゃないかな。細かい。ような気がします。ね今写真を見た限りではですね。はいはい。食べたらポロ。 落ちそう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 ん、でなんか米粉を使ってるカレーパン屋さんもあるんですよだからよりサクサク感が出るようなカレーパンのところもあれば好みですよ本当に最近久しぶりに A パン、うん、C パンとかあるああはいはいはいあ,あ,あのねあそこはあれですよっえっとそ,うそれこそ米粉使ってますから美味しかったね,しね久しぶりに食べてね、うん 今やっぱ、ね、新型コロナの影響でねま大変と言ってましたけれどもあのデニッシュ生地のカ,リカレーパンとかもありますしクロワッサン生地の、ね、カレーパンとか絶対おいしいなね,みんなねカレーってなんで引っ張られ,れるんかなって感じ、ね。ね 食べたくなるさもん。もう、はい、はい。ありがとう。はい、じゃあ続いてこちらシャバダンさんです。しんちゃん、ミみかゆき d、そして皆さんお疲れ様です。どうも帰ってきたシャバドゥンです。<っ>早速ですが、シャバドゥンの手びちターチミー138回目のお店は沖縄市のお店ミサトそばを紹介します。うん、今日もたくさんのメニューの中から手びちそばをチョイス。今回。 手引きが3足で、甘くて濃いめの味付け、プルプル食感でした。麺はツルツルのストレート麺で、スープはしっかりとした味わい。お好みでフーチバー付き。カウンターには招き猫もあり、お値段は650円。美味しかったです。ごちそうさまでした。さて、場所ですが、えー、大通りから中に入る隠れ家的な店です。小座十字路からうるま市赤道向け。右側に流銀が見えたら、その数字に入ってください。すぐ右側にありますよということで。 はい美里そば新ちゃん行ったことありますいいですね。うん。招き猫がすぐねカウンターにいますということで招き猫の横でいい内場うちま丸ねこんねで手びちそばですがプルンプルンだね見た感じで、ね、もう本当にねネギの王様合格ですねコラーゲンたっぷりでございますねい,いい感じの店ですねはい軟骨そばが550円安くないですか、うん、優,しい優しいですよ、ね、で大と中があるんですけどしょうがないうん。 大が六百円、軟骨そば、うん、中が五百五十円。うんはあ、美味しそう。 美味しそう、もうずっと画像見てますよ。ああ食べたくなります。これやっぱ視覚で引っ張られるな。あと嗅覚とかな。はいということで美味しい話題を紹介しまして、給食科のリメナさんからの情報もらってますけれども、あのぜひね食堂の何何が美味しいよ。もちろんこれもね大募集中ですが、テイクアウトしてあれが美味しかったよとか、今この食材に私ハマってますよとかね。また新しいあそこに新しい店今建設建築中なりやかなとこかでもいいですかね。うに 松原エトセトラでね、はい、ぜひ募集したいと思います。私はあの最近は、あの知り合いからもらったライム。ライムの木があるみたいで、庭にライムを使った、ずっと料理ばっかりしてます。ああ、そうそう、絞ったりもする。そうです、そうです、パパイヤをしりしりにして、サラダにして、あの炒めないんですよ。サラダにして、あのね、あのちょっとアジアっぽいサラダを作って、ライムをたっぷり絞って。 さすが野菜そんで美味しいんですよ。<ー>話こっちだけでごめんね。だ,だからや。<laughs> これ前さととまた組み合わせてなんかやってみてください。ああいいですね。ねうん、はいぜひ皆さんからのこういう情報もたくさんお待ちしたいと思います。以上給食係のコーナーでした。では続いてこちらのコーナーです。 このコーナーは地元に全力 au 沖縄セルダーの提供でお送りします。 さあ、このコーナーは、はいうん、携帯にまつわるメッセージ、エピソードを募集しています。さあ、行きましょうね。早速、はい、紹介していきたいと思います。今週は、日月青さんからです。日月さん、はい、どうも。はい。美香さん、しんちゃんさん、こんにちは。こんにちは。お久しぶりにぷかぷかお邪魔します。もしかしたらもう出た話かもしれないんですが、はい、今の時代ってさ、あっちでもこっちでも ID やらパスワードを求められることって多いですよね。そうね。俺も覚えき覚えきれない。 つい先日うちもこれでもう本当なんか入力したパスワードがことごとく違っていて、うん、もう何回も何回もやってもうみんなでもう本当に難儀したの覚えてますこれをやっぱ書いてどっか置いとかんといけますな<う>何のやつはもうだってさ全部が全部さ ID とかパスワードが必要になるわけそう、うん、だから同じの使えないさそうだからもう一人でパスワードが何個もあるっていう人もいっぱいいるさみんなだってキャッシュカードの裏に書い,ー書いてる人もいるんだのにな <laughs> あれ危ない危ない危ないよな,な,いよない分からんのにって何とか,かんとか落としたらもう完全にアウトですよねダメだから <laughs> ダメだよ。良い子は真似しちゃいけないですよ。絶対ダメですよ。うん、はい。ね、とにかく ID やパスワードを求められることが多いですよね。はい、似たようなパスワードの使い回しや、ずっと同じパスワードを利用するのは良くないというのは分かっていても、うん、ああ、なかなか難しい。お二人さんは管理どういうふうにしてますか最近、某大型ショッピングサイトを語った迷惑メールがちょいちょい来るようになったこともあり、うん、パスワード管理アプリを使い始めました。ああるんだこんなのがあるなぁ。 わああわかる、えー、あわかるってた、はあ、ちょっと早く教えて <laughs> パスワード管理アプリにアクセスする俺パスワード忘れそうんか <laughs> <laughs> 入れないんで鍵は40個あるわけさ <laughs> どこ行ったかなて <laughs> えー、<laughs> まああのクラウドでバックアップもできるので、はい、万が一の機種変も安心だし覚えるのはアプリに入るためのパスワードだけ。 <laughs> 一つでいいってことね一つ,一つ鍵ちゃんと覚えとけばいいっていことあと倉庫の鍵とか何とかの鍵はじゃなくてもとりあえずこの玄関の鍵を <laughs> 覚えアプリに入るためだけの<ー>パスワードーそれをそれをもうこれも忘れそうじゃない刺繍しようから <laughs> ブランドごあしいで <laughs> T シャツに、うん、メンズなんていうかメンズ486の、ね、S のハイフンの、ね、<laughs> 絶対おかしい。<laughs> ちなみにしんちゃん、はい、指紋登録もできるそうですあ指紋うーん,うーん、えー、PC との連携も OKID、OK、やパスワードの登録管理だけじゃなくて文字の数や種類を選択して自動でパスワードも作成してくれますいや任せたらまた不安になるから不安になるよな使ったことないんなんとかな自分の中であれかなこれかなって3つぐらい浮かんだりするさ間違ったとしても銀行とかでもでも3つ目ぐらい当たったりするさねはい、はい、だけどそれがもう全く出てこないでしょそう で、ね、私が使っているものは解析に必要な期間の目安も出してくれます。リマインダーもついてるので、変更忘れもないです。すごいもう、だから、もう使いこなしてるんですね、ししこの管理もね。さんすごいこれで少しセキュリティ強化できるといいなと思いますよ。という日月あおさんからです。だからさ、さ迷惑メールフィルターというの提言三十何件。 止めましたみたいのが来るんだけどそれをくぐり抜けて来るときあるから今からお届けに上がりますってああ普通に来ますよねあれ怖いよね近くの駅で待ってますとかさ「わた十何キロアンや」近くの駅まで来てるんだけど首里駅さし木だけど首里駅な5分で会えるけど連絡していんでチャンスが10キロ以上アンド近くの駅にまた首里駅やんばって何城市 道の駅かって言ってこない <laughs> 道の駅だったらまだ近いよ何十年みたいな <laughs> 近くの駅まで来てる道の駅かな <laughs> 普通だったら新駅から <laughs>、ね、ほらね <laughs> もうおかしいだからこういうのってわからないでそのままアクセスしてしまったりまあこれはまた別物ですけど,けどこのパスワードとか ID とかをくぐり抜けてさありましたよねこの例えばこの案内が来ててやっ,てってそう,そうアクセスして ID とパスワード入れて入っていって、うん、本当のこの、ね、正規の画面みたいに見えて見えるんだけどそうだけどもう一回ねこういうのってね一回入れて。 アクセスってやった時に一回消去されるんですって、うん、でもう一回同じ画面が出てくるんですってへ<ー>でその時にはもうそのパスワードと ID って取られてしまってるってことなので,でもうまずはこういう風にあのやら,やらないってことです、うん、あの ID とかパスワードでアクセスしてくださいって案内はまず来ない来ないよなうんうん自分からこっちからアクションを起こさないと向こうからか勝手には来ないこういうお届け物がありますってから何をこれだからあれさ後ろ旦那この間、うん、アクセスしたんですよ。え それであのこの,この,この、えー、とメールは安全ではありませんってすぐあ<ー>あの教えてくれたんですよね。だからねえねえミイカ越えて出たんだけど。<laughs> えー あんたよって、私、ちょうど長女にね、アクセスしたらだめよって、長女に話をしてた後だったんですよ、そばで聞いてたはずなんですよね、そばで聞いててさ、次の日に、俺、こんなし、荷物来たっていうから、アクセスしたらだから、旦那、その時の話にアクセスしてなかったそうそう、そう聞いてない聞いてないです、本当だから、もう日付あおさん、これ、私、ちょっと気になるので、パスワード管理アプリね。 いいろろ種類があるんだねねこれね探してみますなんから最近自粛期間とか在庫っていうのとかでさライブとかをさ例えば息子たちがやるのとかこう見たいとかなんとかで、うん、パスワードなんとかってけども俺できんからみんな娘にさせて娘もやっぱもう多すぎてはい,、はい、いろんなのやりすぎてもう,うイライラしてきてるわけよ。こんなけん嘩するほどのってもうみんな思うあば <laughs> <ら>から。<laughs> ギスギス自分でやってくれみたいな。ちょっとなんかね、<う>ギスギスし始めるよ、ね。ギスギスし始めるわけよ。なんとかかんとか違う。なんとかあ、これはあれだ。なん<ー>とかかんとか、もうやっぱね。 つい先日、うちへこれがありました。えっと、モバイルでゲームができたのが、ちょっとその本体同士がちょっと喧嘩しちゃって、移行ができないから、パソコンで、あの、そのゲームアプリをダウンロードして、こういうモバイル系はできないんですよね。だから、パソコンからアクセスしようっていうのがあって、この ID ですごいこれで子どもたち同士がわわわわ言い合って喧嘩になって、なしむさって私が全部取り上げたってことがあったんですけど、まあでも、本当声を大にして言いたい、お願いします。 スマホでできる方にしてほしい <laughs>。指紋とか顔の大きさとか、うん、もう。顔の大きさ。俺だったらこんな内容、こんな大きさい。あ、少し,し。<laughs> ということで、検討していただきたいです。<laughs> いすはい、ということで、騎士編ロックンロールは皆さんから携帯にまつわる重いエピソード、いろいろ紹介していますので、はい、ぜひこのコーナー手に送ってください。なお、スタジオの様子は YouTube で見れますので、騎士編ロックンロールでぜひ検索をしてくださいね。はい、以上、沖縄セルラープレゼンツ、騎士編ロクローこのコーナーは地元に全力、au 沖縄セルラーの提供でお送りいたしました。 さあそれでは続いて刑事係いきましょう<ー>あなたの街のあれこれはい、うん、イベント情報面白看板見つけたなどなどを紹介していきますが、はい、まずはじめにラジオ沖縄からのお知らせいきますね、うん、はいお願いします。えラジオ沖縄は開局60周年の記念の年を迎えています、ね、はい,いそこでラジオ沖縄開局60周年記念の黒糖缶こちらが好評発売中ということでお知らせさせてください、うん、県産のサトウキビを使った純黒糖の缶詰 で暑い夏のミネラル補給や災害時の非常食としても大活躍ですさらにこの記念館の特徴はもう一つありますなんとラジオ沖縄のアナウンサーの直筆サイン付きのオリジナルサインが1枚ずつ入ってます<ー>中には激レアの写真が入っているかも誰の写真が当たるのかは開けてからのお楽しみねえ気になるお値段ですが1缶税込900円です送料は別となりますのでまた まとめて買うとねお得になりますね、うん、ラジオキナのホームページのショップサイトでお買い求めいただけます新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からラジオキナは本社での販売は行っていませんのでご了承くださいみんなでラジオキナのアニバーサリー一緒にお祝いしませんかラジオキナは開局60周年記念国当缶好評発売中のお知らせでしたうん。いかがでしょうか買ったはい おー誰が言ってた開けてない開けてないです、ね、あ,のあの仏壇にお供えしました素晴らしいはい極東東はい、はいえー、プルプルゼリーイチゴ味さんですね、はいえー、未来の私のお友達の皆さんこんにちは、うん、えー、今日はチャタンの新しいホテルレクーの朝食ビュッフェすごかったよえどこどこレクーってわかんないチャタンの新しいホテル え朝食ビュッフェすごかったよ研産素材たくさん、えー、娘がひどい感染になったからえ週末仕事を後に急遽探して天然温泉入り放題のタイムセール6割引き宿泊商品を見つけて即予約痛い出費だったけど血まみれのひどい感染も 入りまくった温泉で一晩でく治ったしいつも見られないテレビ番組で家族で爆笑できたし朝食の内縄料理に癒されたから良い旅になりました「たまに良いね内縄旅」ということであいいですねもう県内の人が、まあ、県内のあれは盛り上げないといけませんからね。 まあちょっといいリフレッシュした、うん、いい時間になったってことですね。はい、はい。ありがとうございます。いいえー、じゃあ続いてこちら行きましょう。ベニーモさんです。チャービラサイ、シンちゃん、ミーカねね皆さんもお疲れちゃーん。角刈りのワンだけど、刑事係お願いしますえ。信号待ちで隣に並んだ車、○○が乗ってますステッカーが面白かったので、うん、えー、上もテンポらします。テンポしますね。ということね、うんえ。上の子を泣かす2歳児が乗ってます。<laughs> で優しい弟が欲しい4歳児が乗ってますこれいいですよね, <laughs> いね、うん、はいワンも角刈りの小さいおじさんが乗ってますってこれ貼ろうかなということでいただきましたこれ私何かで見たことがあるんですよ、ねうん、でもこれちょっとなんか信号待ちのイライラがでお笑いになったらいい、うん、だからあれよねあのファインディングさんもオートバイ好きな44歳が乗ってますみたいなそれこそ角刈りの小さいおじさんが乗ってますんじゃないですかいいない見えるっていうかな <laughs> の小さいもうひんやりもするっていう <laughs> こ後頭部じゃなくてまずそもそもそれが見えるかって怖いすごいこっ,ちこっちヘリコプター降りるところが乗ってますて <laughs> <laughs> 安全地帯かっていう <laughs> でも前も言ったけどさ、うん、子供が乗ってますっていうかわいいのがあって、うん、全部おじいが乗ってたからデイジージしかんだときあったんです <laughs> たまたま娘の車借りたんだろうなって言えたもん子供が乗ってます「無理おじい!」 何歳になっても「私は子供です」みたいなそうですよ75になって賞取っても「まだまだ私はもう子供です」っていう緊急差ですよねはいえ国分寺の加トちゃんですね「刑事係でお願いしていいかしらこんなメモが落ちていました」「一つ目何かしらね」「であ放送縛ってね」っ何だろうんて書いてあるんですか分母が「シリアル」って書いてで分子が「ムーミン」って書いてある で右側に「すぎ」って書いてでお家ちたてながら牛乳買ってからはシリアル食べるんかな。スーパーかなんか落ちてたんかな下の方が分母がシリアルのムーミンの多分なんかそういうシリアルでしょかんけどじゃないかなこれさ真ん中のさ分数でいうとさっき分母と分子で話してくれたさ真ん中に赤い線が入ってんですよね。ん 勇気が入れたのね、うん、ムーミンシリアルに杉 <laughs> 食べ過ぎってこと杉の木だったらすごいよねあ玄関の方にあの板間杉にしようかなと思って <laughs> <laughs> じゃ杉持ってムーミンのシリアル持ってるっ <laughs> なるほどこれ文法書いたら勇気かわかりやすくってことだねありがとうございます左側何書いてあったかみたいねなんかさこういうメモ書きで言えば友文のお母さんがホワイトボードに書いてくれたのなんかあったな空港か何かに行くか何かのああいうなんか走り書きのメモとかあれも面白いよね早すぎて自分で分かってるんだよなそうそうそう買う買う4つ 何みたいな感じああいうのとかもちょっと面白い看板じゃないけど面白いなんかこういうメモとかね誰かのとかね猫あとはあとあとほら手紙とか子供からのか可いい手紙とかねありましたからねシャムドゥンさんのねあったなんかね。ということでこのコーナーはイベント情報とかを紹介したりもしていますがなかなかこのイベントができなかったりするのであなたの街の面白看板とかあなたの周りのちょっと面 面白いネタとかフリーなメッセージもぜひ紹介していますのでぜひお寄せください。アドレスは南部アットマーク r 沖縄ドット c o ドット j p です。以上刑事係のコーナーでした。